紅白、香山雄三紅白でステージ活動に分かれ、大海原を思わせる舞台で、海その愛、黒柳哲子が分かれ、惜しむ、大晦日恒例の第73回 NHK 紅白歌合戦。57.20が31日、東京渋谷の NHK ホールなどで行われ、年内でコンサート活動を終了する、香山雄三85が、監修の前でのラストパフォーマンスを見せた。12年ぶり、18度目出場の今回は、特別企画で登場。 愛する海への思いを歌に込めた代表曲、海その愛を披露した。85歳という年齢を感じさせない歌唱に情熱を注ぎ込んだ。波立つ大海原をスモークで表現したステージはシンプルかつ壮大なものだった。紅白は66年に君といつまでもで初出場。白組司会も3度務めた愛着のある舞台に熱唱で別れを告げた。歌唱後、ありがとうございました。と感謝を伝えた。 ゲスト審査員の黒柳哲子が素晴らしかったです。若大将と叫んだ後、でももうこれで終わりなんて残念。もっと歌って欲しかったと惜しんだ。これに香山は、いや、もういいよと笑みを浮かべて会場を笑わせた。1961年、夜の太陽でレコードデビューし、音楽活動を始めてから60年以上が過ぎた。近年は病や悲しい出来事との戦い。18年、相棒の光進む丸の火災による消失や、 19年には、軽度の脳梗塞20年にも、軽度の小脳出血を患った。29日の囲み取材では、話しぶりにわずかに後遺症を感じさせたが、数々の困難に立ち向かう姿は、人々の心に多くを語りかけてきた。今月9日、豪華客船、アスカミで、戦場ライブを開催。これが最後のステージになるはずだったが、節目の年の締めくくりに、紅白のオファーが舞い込んだ。嬉しいやら、こんな俺でいいのかと、いつも反省している。 これでいいのかなと、常に自分と向き合いながらも、精一杯やろう。それしかないと、覚悟を決めて立った舞台だった。コンサート活動からは、今年で卒業だが、音楽活動自体は、今後も続けるつもりだ。囲み取材では、音楽は生涯の親友と、音楽と添い遂げる覚悟を示していた。73回目を迎えた今年の紅白は、改修工事を終えた NHK ホールで、2年ぶりに開催。同所での有観客での開催は、3年ぶりとなった。 司会は大泉洋。3年連続と橋本環奈。初桑小魔穂アナウンサー。2年ぶり4度目。 スペシャルナビゲーターとして、嵐の桜井翔も参加した。ゲスト審査員は、嵐、松本潤プロフィギュアスケーター、羽生結弦さん、プロ野球ヤクルト、村上宗隆内野手、サッカー日本代表、森安はじめ監督、女優、芦田愛菜、黒柳哲子、福原遥、歌舞伎俳優、坂東屋十郎、アーティスト西村博志堂、新国立劇場舞踊芸術監督の吉田宮子氏。テーマは、ラブピースみんなで、シェア。 ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。